リーサイルフットボーラーのトミーです。はい、ということで、今回の動画はですね、前の、動画でリムウォークを、解説したと思うんですが、それともうほぼほぼ、まあ、一緒なんですけど、パークウォークというね、技を、解説していきたいなと思っております。じゃあまずですね、どんな技かっていうものをね、ご覧ください。どうぞ。今のが、パークウォークになります。初めて、ね、見た方はディムウォークと何が違うのって思うかもしれませんが、ディムウォークは、ディムウォークとパークウォークは一緒です。ピクシーとクロスオーバーを、この2つを組み合わせた、技なんですが、パークウォークはピクシーをした回した足と逆の足でクロスオーバーをするという、ね、のがパークウォークになります。はい、ディムウォークは同じ足でクロスオーバー、パークウォークは逆の足でクロスオーバーということで、逆の足でですね、クロスオーバーができない人はそちらの逆の足でクロスオーバーも練習をしてみてください。では解説していきましょう。はい、ではですね、まずは逆の足ですね。僕は左足が、逆、利き足とは逆なのでクロスオーバーをまずですね練習をしていきましょう。練習するときにちょっと逆の足、ドラゴンフライの足ですね、外側に回してからクロスオーバーを練習をしておくと、パークウォークっぽく練習ができます。はい、まず、はい、まずは右足を、僕右利きですね、利き足を回してからクロスオーバー、はい、これを練習してみてください。回して今度クロスオーバー、もうこれがパークウォークの動きそのままになりますので練習をしてみてください。はい、練習方法は、リムウォークと、変わらずですね、ピクシー、バウンド、クロスオーバーを、まず練習をしてみましょう。リムウォークでも 1,2,3 のタイミングで飛びました。ちょっとパークウォークは、タイミングが変わります。ピクシーが 1,2,3 です。 1,2,3 ピクシー着地クロスオーバー、これで 1,2,3 です。 1,2,3 このタイミングで、飛んでください。たら、今度はボールが、高く上げられるようになったら今度はノーバンでやってみましょう。はい、これにてパークウォークの、解説は以上になります。よろしければですね、チャンネル登録そして高評価の方をよろしくお願いいたします。ではご視聴の方ありがとうございました。バイバイ。